モンステラさんから久しぶりのメッセージになりますってことで、そうね、モンステラさん、距離って話、距離で思い浮かぶことがパーソナルスペースです。ある程度仲良くならないうちに自分の周囲50センチ以内に入られてしまうとあまりいい気持ちはしません。私は相手のパーソナルスペースには入らないように気をつけてはいますが、人によってはパーソナルスペースが広い人もいると思うので無意識に嫌な気持ちをさせていたかもしれません。家族に対してはパーソナルスペースは存在しませんが、近づきすぎると近いよとは思うことはあります。あ、ご家族でもね。うーん、パーソナルスペースって面白いもんだよね、うん、どのタイミングで構築されるもんなんだろうね。生まれ持ってくるものなのか、環境で作られていくものなのか。生まれ持ってじゃない？なんか僕もそんな気がするんだ、ね、だから親が不機嫌だったら赤ちゃんも泣いたりとかさ、近くにいたら、うん、その人の何かちょっともらうというか、わかる？うん、舞さんちょっと違うね、今言ってる。なんかそうさ、またちょっと違う。なんでなんでよ、あってこっちが来たよ、なんでって。パーソナルスペースってほら、それぞれが心地のいい人との対人距離を、これを人間は生まれ持ってくるのか、この人の生まれ持ってきた心地いい距離なのか、あるいは育った環境でこの家庭の人はこれぐらい近いとか、この家庭の人はこれぐらい遠いとか。同じこと言ってるよ。はぁ、だからこのスペース内に例えばすごいイライラしてる人とか、うんうん、こんな分かるわけ、うん、入ってこられたらすごいなんか嫌な気もらっちゃう。ハッピーな人だったらいいよ、うん、だからそういう人はあまり近づかないようにしてる。わかる、そう、それは大事ね。でそれが生まれ持ってなのか、後天的に環境で作られていくものなのかっていう話を今したいわけ。だからもうしないんだけどね。もう諦めましたけどね。だからもうすごい文句とか一人で近くで胸とか詰まってくるから、もう離れとかないと大変よ、うん、それいつからなの？はあ、でも結構昔からかも。最近気づいた、何なんだろうって。ああ。なんでなんだろう、これ生まれつきだと思う、それとも生まれつきだと思う。はい、それだけでよかった。はい。難しい。全然難しくないのに、本当はよ。でも難しい。だからなんかコメントちょっともらっちゃうじゃん、ハッピーも全部。パーソナルスペースだ。パーソナルスペースだよ。パーソナルスペース、離れて遠くから見てる分だ。いやいやいや、もうやめるんですけど、私はこの話。あの、それがいつから始まるのかなっていう話ね。今みんながしてるのは、あんた以外みんながしてるのは、これはいつから生まれつきなのか、あるいは後天的に環境で構築されていくものなのか。生まれつきね、と思います。はい、スーミーマルコから、これが沖縄の怖い話。え、なんでさ、確かにだから赤ちゃんなんてすぐキャッチするさ。みんなもう本当にね、あれなんだよ。同じ気持ち。え、ドギーさん、前に何言ってるって、うん、こっちのセリフだよ。みんな置いていきましょう、もうマリさん。あ、メッセージ来てる。あ、いいこと、助かる。とっても助かる、この人だね。リッキーのアプロ。もうありがとう、いつもリッキーさん。